はい、こんばんは、トーマツーキです。今日はですね、なんか先ほどなんかテレビねちょっと見たんですけど、どのチャンネルも米朝首脳会談ばっかりだったんですよね。チャンネル回したらもうね、あるもう各メディアはもう米朝首脳会談で結構流れてましたね。トランプ大統領とキム・ジョンウン委員長がなんか一緒に会って、なんていうんですかね、もうキム・ジョンウン委員長自体がなんか完全な非核化宣言、もう核を持たないっていう約束みたいなことをなさったみたいなんですけど、まあトランプ大統領もまあなんていうんですかね、もう非核化を望んでたのか、まあ望んでたと思いますけどね、まあもう完全にね、本当に非核化すればもう米軍もなんか北朝鮮何かするっていうのはまあしない、まあしないと思いますけど、まあねまああと他にね、まあ北朝鮮の問題って言えば、まあ拉致問題とか、まあミサイルも飛ばしましたけど、まあ最近はもう飛ばなくなりましたけど、いろいろ問題が、まあいろいろまあ日本と北朝鮮とのこういう問題には結構あるので、本当ね、拉致問題が僕解決はもう本当にしてほしいです。僕的にはもう拉致問題は本当にね、拉致被害者本当にね全員もう日本に戻って本当に欲しいですね。本当にまあいろいろね、まあ北朝鮮はいろいろ問題が、謎が多すぎて いろんなもう問題がありますけど、まあ日朝関係がこういうふうにね、まあ友好までいかないですけど、ちょっとねなんとかね関係はまあひどいところではないんですけど、いい方には行ってほしいかなってなりますね。本当に世界平和っていうのは本当に完全な世界平和っていうのがないですからね。完全な平和っていうのがないんですよ。結局はもう軍事に任せる、これしかないですからね。平和を維持するためにはいろいろあると思います。まあこれを機にね、日本と北朝鮮、朝鮮半島の問題解決して、まあここまで国交正常化までいかないですけどね、まあ、悪いようじゃないもいいようには少しはぐらいになってほしいんですけど、まあどうでしょうかね。まあ特に完全な非核化は宣言はしてたと言いますけどね、約束を守らない国でもありますから、北朝鮮はまたしでかせないかなというのが不安なのはありますね。なんか政治パフォーマンスだという人も方もいますし、まあこれを機に、まあ日本にある米軍基地が減らすっていうのはちょっと違うと思いますね。もう僕はこういうのはそんなに関心は なかったんですけどね、まあ、あんまし熱もなかったし、やっぱ結構テレビやネットとか見てたら、やっぱ米朝首脳会談についてのねこういう関連の記事が結構あったので、まあ、まあ、一応本来ならね、こういう日本の問題、まあ、拉致問題は、まあ、アメリカに頼るんじゃなくて、まあ、日本独自にやればよかったんですけどね、まあ、いろいろありますから、まあね、まあ今日はこれぐらいにしておきましょうね。まあ、ご視聴ありがとうございました。では失礼します。